イーグル川は北アメリカ大陸西端部のロッキー山脈南部を大体西の方向へと流れる全長約 97.4km の河川でコロラド川の支流の一つである。イーグル川はその流路全体がアメリカ合衆国のコロラド集中西部を流れている。北アメリカ大陸の大陸分水嶺の太平洋側、イーグル軍南東部から始まる。北西に流れてギルマン、 ミンターン、エイボンを経由し、ウォルコット付近で西に向きを変えて、イーグルとジップサムを流れ、イーグル軍西部のドットセロでコロラド川に合流する。したがって、イーグル川の水は、最終的に、太平洋へと注ぐ。イーグル川の流域には、1880年代から、金や銀、後にアエなども採掘するようになったイーグル鉱山が、1984年まで、創業していた。 イーグル鉱山から流れ出た水に含まれていたヒ素や重金属などによってイーグル側は汚染されていた。その後、1986年から浄化が試みられているものの20世紀中には十分な浄化が達成できず、21世紀に入ってからも浄化作業が続けられている。US ジョバロジェクルサーベイナショナルハイドログロフィダタセットハイレゾリューションフララインデータ ザナショナルマップアクセストマーチ18。20。11イーグルマインありがとうございます。